マルクス・バイエルはドイツのプロボクサー。WBC 世界スーパーミドル級王者を3回獲得した。アマチュア時代はドイツの代表として1992年バルセロナオリンピック、1996年アトランタオリンピックと二度オリンピックに出場した。また、同階級で三度王座に返り咲くという偉業を成し遂げ、地元ドイツでは人気が高い。 アトランタオリンピック出場後の1996年11月23日、プロデビューを果たした。1998年1月11日、全独スーパーミドル級王座を獲得に成功した。1999年6月5日、IBF インターコンチネンタルスーパーミドル級王座を獲得した。1999年10月23日、 WBC 世界スーパーミドル級王者、リッチー・ウッド・ホールと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2000年5月6日、グレン・キャトリーと対戦し12回53秒、TK 大負けを喫し2度目の防衛に失敗し、王座から陥落した。2003年4月5日、WBC 世界スーパーミドル級王者、エリック・ルーカスと対戦し、 12回2から1の判定勝ちを収め3年ぶりの大坂入り先に成功した。2003年8月16日、ダニー・グリーンと対戦。2回に偶然のバッティングでバイエルが負傷し、5回にグリーンがバイエルの傷口に恋の頭突きをした。リングドクターが試合続行不可能を宣告したため、バイエルの失格勝ちとなり初防衛に成功した。 2004年6月5日、クリスチャン・サナビアと対戦し、12回1から2の判定負けを喫し3度目の防衛に失敗した。2004年10月9日、クリスチャン・サナビアと再戦、6回44秒小勝ちを収め2回目の WBO 王座を獲得した。2004年12月18日、西沢義則と対戦し、12回3から0の 判定勝ちを収め初防衛に成功した。2005年3月12日、暫定王者、ダニー・グリーンと対戦し、12回にダウンを奪われたものの、12回にから0の判定勝ちを収め2年ぶりの再戦を制するとともに、王座統一による2度目の防衛に成功した。2006年5月13日、先帯かと対戦し、4回に偶然のバッティングにより、 バイエルが右目を負傷し、試合続行不可能と判断されたため、4回1分に45秒、1から0の負傷判定で引き分けに終わるも5度目の防衛に成功した。2006年10月14日、WBA 世界スーパーミドル級王者、ミッケル・ケスラーと王座統一戦を行い、3回にケスラーの右ストレートでバイエルがダウンを喫し、 そのまま立ち上がることができず3回2分58秒小負けを、必死 WBA 王座獲得、WBC 王座の6度目の防衛に失敗した。2018年12月3日に、病気のため、ベルリンの病院にて死去。47歳坊つ。ありがとうございます。